内モンゴル自治区にある、東山省営記念館。東山省営は、日本の農学者、園芸学者、鳥取大学名誉教授、山梨県藤吉田市出身、旧西皮川中学校、京都帝国大学卒。中国の2万ヘクタールの砂漠の緑化に成功し、その功績から毛沢東を除くと、生前に、中国国内で銅像が建てられた、唯一の人物である。 1906年に山梨県の源富士吉田市生まれ、中学から猛勉強して京都帝国大学農学部に合格、卒業後は同大で助手として働いた。1934年28歳の時に外務省から中国大陸の土地と農業の調査研究留学の話を受ける。留学先では五尾砂漠が農地を侵食し、 作物が取れずに困窮したことで2000万人以上が合死していた。炊き出しのお粥一杯を求め数十キロの行列に並ぶ人々の中の現地の複数子供を持つ男性からの15歳の娘を30円で買ってほしいとの要求を拒否する。2年後、日中戦争勃発で帰国命令が出て帰国。1962年に京都大学の学博士。 論文の題は、砂丘地の特殊環境と適応作物の研究。1971年に定年退職。翌1972年に日中国交正常化で日本国内に家族を残し、資材を投げ打って一人で放中した。中国政府も砂漠化を食い止められず、1930年代に村があった場所はゴーストタウンになっていた。 2000万人以上の難民を生んでいた、死の土地という四国ほどの広さがある砂漠で、日中40度を超える中で、毎日数十キロ歩き回って手作業で砂を掘って、水源を発見した。数ヶ月後に水源を発見後に、日本で寄付金を積もって、鳥取砂丘の霊から砂漠でも育つ、クズの種を8年かけて、約7000万粒を収集した。 そして、80歳で協力スタッフと共に放中して、地元の住民の妨害を受けながら3000本を植えたが、土下座して頼んでも、一晩で現地の放牧ヤギと飼い主に食べられた。そのため、ポプラの木を代替とする。しかし、水分が足らずに枯れたので、日本のおむつから保水性の高いポリマーを日本から持ってきて使うと成功する。しかし、百万本植えたところで、 黄河が氾濫して流される。そして、スパイ扱いしていた住民たちも感動し、地元の協力を得たことで急ピッチで100万本、植林された。そして洪水から1年後に、市の土地が2万ヘクタールの緑の森になり、農地化にも成功した。野菜が取れるようになり、去っていった住民たちも戻ってきた。炎山は、こうして、かつて、市の土地だった場所を復活させた。 その様子は NHK のドキュメンタリー番組、プロジェクト X、挑戦者たちで取り上げられた。1991年、NPO 法人日本砂漠緑化実践協会を設立し、以降、久淵砂漠で、ポプラの植樹など、ボランティアと共に緑化活動を行った。1996年に、中国政府によって、生前に、銅像混流。 毛沢東を除くと唯一である。2003年8月、その功績からアジアのノーベル賞と言われるラモンマグサイサイ賞を受賞した。2004年2月、肺炎により逝去2005年11月、鳥取砂丘の子供の国に東山省営記念資料室が開設された。長男である東山正は、 1989年からザンビアで植林計画を始めるなど意志を継いでいる。ありがとうございます。